漫画。日の本の危機につけ込む小悪党めが、通さぬというなら強引に突破するまでだ。威勢が良くて何よりですね。ですがあなたのような方に限って、無意に仲間を死なせ自らも早死にするものです。おや、あなたも来たんですね。状況は見ての通りですが、どうします？そうですね、このままでは僕らも京都へ行けませんから。お前たち、ここは任せたぞ。この御仁を手厚くもてなしてやれ。たっぷり可愛がってやれ。日下さん、侠客が目障りなのは僕らも同じだ。手を貸しますよ。私だけで十分だ。貴様ら老子組の手など足りるか。この連中を退けて関所に攻め込むのはもっと人数を揃えてくれ。なんだこいつら。やろう、ありやがった。終わりましたね、日下さん。確か起きたとか言ったか。なかなかやる。わざわざ一人で挑もうとするなんて、日下さんが早死にするという盗目の言葉、一理あるかもしれませんよ。侠客ごときに同志の手を煩わせたくなかったのだ。とにかく小勢で関所を突破するのは難しいようです。僕たちと手を組みませんか。幕府側の者と協力するなど本意ではないが、仕方あるまい。お前のような手だれがいるなら力を借りるのが早そうだ。あなたこそいい腕してましたよ、日下さん。こちらです。いらしてたんですね。私も主人についてきちゃいました。チェス。お主か。仮にも天領の宿場、それが無法者に抑えられているとは。幕府は落ちるところまで落ちた。お主もそう思うじゃろう。幕府は偉人を雇い連兵をさせているとか。そんな金があるならここの侠客を取り締まるべきでしょう。
また会ったな。近藤さんに頼んできたのか。安心しな、少し遊んだらちゃんと戻る。なんだ、あんたも浪士組に入ったのか。まあいい、それよりここは話のわかる客が多いぞ。この土方という男もなかなかの玉だ。おお、砂漠派の連中に協力しろと。光栄だな、そんなに物分かりのいい男と思われていたとは。おい高杉、ここは一つ博打で決めるというのはどうだ。俺もお前もこれから天下を動かそうという男、どちらが強運を持っているか試してみるのも面白かろう。この俺と天賦の勘を競おうというんだな。面白い、受けて立つ。身ぐるみ剥がされても恨むなよ。壺かぶります。さあ、はったはった。ようござんすね。長藩駒揃いました。勝負。六ゾロの長、やっちまったぜ。次参ります。壺かぶります。さあ、はったはった。ようござんすね。長藩駒揃いました。勝負。二ゾロの長、よっしゃ。次、やつら連続で当たりか。妙だな。ついていない。壺かぶります。さあ、はったはった。ようござんすね。長藩駒揃いました。勝負。六ゾロの長、よし。次参ります。なるほど、そういうことか。あんたも気づいたか。勝てないわけだ。公明盛大な勝負をしてくれてありがたいな。たっぷり礼をせねば。勝負感ではなく手癖の悪さで勝者が決まっていたわ。汚すぎる。結局勝負にならなかったな。今回の件で強覚どもに目をつけられちまった。あんたらと手を組むしかなさそうだな。土方、あんたいい腕してたぜ。浪士組にしておくのにはもったいない。フン。そのセリフそっくりそのまま返すぞ。Thank you.
さて関所をどう攻めようか。うちは荒っぽいのが多くてな、浪士組本体は堂々と正面から行かせてもらう。いいな。君たちが正面から行くなら我々は迂回して奇襲を狙おう。さすがに同じ持ち場で戦うなど落ち着かないからね。まあいいさ、こっちもあんた方を信用しているわけじゃない。お前は好きな方についてくれて構わないぜ。カツラたちとも付き合いが長いんだろう。そろそろ教官どもに攻めかかるか。よし、油断するなよ。で、どっちと一緒に行くつもりだ。おっと、聞くまでもなかったか。なら、こっちで存分に武功を上げるといい。わしの出番じゃな。さあやるぞ。来たの。壇上取れな。勝ち込みか。あんた腕が落ちていたら承知せんぞ。そろそろ風呂に入らんといかんか。うん、急ぐ。
ったな。など我らの敵ではない。私が今回一番功を立て、長州は上様に従わぬ不貞の浪士組こそ幕府にへつらう半端者と考えていたが、多少は見どころがありそうだな。せっかく侠客どもを片付けたんだ、お互いの立場は忘れ皆で宴はどうだ。望むところだ。無礼講で飲み明かすとしようか。お前も当然宴に来るよな。好きなだけやるといい。よいしょ、ここは私が。待ってたまえ。お
マンゴーなかなか飲める口じゃんの。今度は飲み比べで勝負といくか。おうよ、なかなかすはんなあ、いいじゃないか、いいじゃないか、困ったお前ですね。あら、いい飲みっぷりですこと。お前も遠慮せず飲め飲め。いや、しまいな。おい、上位派のくせにバクシは飲むのか。こいつは話が別だ。なあ、乾杯。勝ちもだ。乾杯。ご清聴ありがとう。いいぞ。よし、次は俺が。天気のいいやつに一曲頼みますよ。江尻宿で随分と足踏みしたようですね。ああ、そう焦りなさんな。心配しなくても老子組は近々京へ到着するぜ。しかしどうするかな。老子組は幕府を内側から食い破るための駒でしょ。まあな。だが思ったより腕の立つ奴らが集まってね。この力どう使うかいろいろと考え始めたところさ。要するにお前らの出方次第ってことだ。色良い返事待ってるぜ。この国に残る文化は愛すべきものだ。だが人も全て愛せるわけではないな。悲しいことだが。先行した老子組などの働きの甲斐あって将軍徳川慶喜は京都に無事到着した。しかし様々な目的を持った浪人たちが押し寄せる京都では騒乱の火種がくすぶっていた。鉄舟殿、仲間内で妙な噂が流れちょる。八郎さんが殺されたとか、裏で倒幕派と繋がっちょったとか。残念だが全て誠の話だ。昨夜市中で亡骸が見つかった。なんじゃと。藩士とが亡くなったなんて信じられん。懐には京都の倒幕派と交わした文が入っていた。あの者は浪士組をどこかの勢力へ高く売ろうとしていたようだ。よりによって倒幕派とつながっていただと。とんでもねえ野郎だな。で、始末したのが誰だ。未だ不明だ。気になることはもう一つある。清川と共に倒幕派と通じていた者が組の中にいるやもしれぬ。そういえば坂本とお前はもともと清川と知り合いだったな。こいつの言うてくれた通りじゃ。近藤さんは本気でわしらを疑いよるがかい。おっと、悪かった。お前らを疑うなんて俺がどうかしてたよ。近藤だけではない。他の大使も仲間を疑い始めている。このように疑心暗鬼になることを恐れていたのだ。このまま京都に残っても大使は資産五裂となろう。よって幕命により我らは江戸へ帰還することと相なった。待て、急にそんなこと言われても納得いかんぞ。
逆賊どもが潜んでいるのに何もせず帰るなど侍の恥だ。上様が京都におられる間は俺たちでお守りすべきだろう。その行いはかえって上様の身を危険にさらす。それこそ侍としての分を外れることになろう。後ほど全大使に召集をかける。少し頭を冷やしておけ。その上で各々身の振り方を考えるのだ。誰か手を貸してくれませんか？大切なものを落としてしまって、拾いたくても私は泳げず。お願いです、代わりに取ってきてくれませんか？
来てくれたのですね。ありがとうございます。こちらはお礼です。渡しやがれ！早くしろ！命の恩人だ。少ないがこれを受け取ってくれ。
らの邪魔して裸で済むと思うなよ。どうしてなんだ。頭がいたのか。何するんだ。Yeah!